新庄監督、ロドリゲスに苦言。3時間くらいクイックの練習してもらわないと。日本ハム、ロドリゲス投手が4年ぶりに先発し、2回3分の2を2安打3失点。試合後、ロドちゃんと肩を落としながら現れた新庄剛志監督は、母国のドミニカでクイックの練習を3時間ぐらいしてもらわないと、と2盗塁を許した投球モーションを指摘した。新庄監督は、ボールはいいもの持ってるんですけどね、現状のクイックではダブルスチールも可能性ありますから、と歯がゆさをにじませた。7敗はすげーな、うち6敗はリリーフだぜ。クイックのことはパリーグ見てる人なら何年も前から全員知ってるし、治らないのも全員知ってる。新庄は去年も早くからクイックのこと言ってたぞ。新庄だって直さない、学ばない外国人なんてなんで使わなきゃいけないんだろうと思ってるだろうよ。もうお手上げ。ツーシームばかり投げることに関しては何も言わんの？吉村とロドリゲスが遠い遠い親戚だったとしても驚かない。100歩譲って来季も契約するのは仕方ないとして使わないっていう選択肢はないのか。日ハムを中心に動画をまとめていきます。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。